づいたらもうどん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 駐車場から浸水してきて、2階のところからはしごを下ろしてボートで職員のこの入れ替わりとか物資とかの運んだりしました、ね。まあ、まず市民の方に、ね、どういうふうにこう、放送していくか、そっちの方が、ね、大変だと思うんですけどね。せーの、はい、こういったガンで引っ張ってきて、はい、いきます、せーの、せーの、市役所として、市民の皆様方が早く復旧できるように全力で応援をしていきたいというように考えております。そのためにまず、市役所で、通常業務が執行できるようにできるだけ早く体制を整えていきたいということだけを考えています。はい、じゃあすみません、こちらの方でご記入をお願いしたいんですけど、お名前と、これは俺個人でいいんだな、自殺証明をもらいに来ました。うち目の前だもんね。店の中はもう壊滅状態だし、どこに何みんな流されちゃったし、お金も流されちゃったし、復帰できるかどうか全く夜も眠れません。まあだいぶ綺麗になってますけどね。商品だけないんだけど、お金も流されてるし、もう今後店が再開できるかどうか、何をやったらいいのか、何から手をつけていいのか、とりあえずできるとこから一つずつやっていくしかないもんで。